ちゃべちゃな雪やけど除雪するのかな。暖気中。うわ雪重い、ずっしりやこれ。昨日とは真逆の雪質。重いよ今日のは。おっとっと、動くんかいな。今日は手ごわいな、こりゃシャバシャバ。水が垂れてるもん。これどうすんの？雨降ってきた、激しくだんだんと。これは手ごわいぞ。ちょっとずつかき出しながら、まあ、水が垂れ垂れやもん。いつもならガンガン横移動でやるけど、ちょっと迷ってる。あっからスタートかい。いっぺんに押せないんだな。頑張れよ。明るくなってきた。いやー結構ずっとるね。GoPro のカメラが埋まってる。よいしょよいしょ、うん、寒い。いやー昨日実は夜消防団格納庫の前の除雪に行きました。日中横の保育園の先生の車が止められてしまうので、除雪しづらかったんですが、夜昨日ね雪が止んだのをめがけて綺麗にしてきました。なんかすごいね、壁がもう張り付いちゃって、夜なんです。うわ、もう足すごい、ここまで来る。明日の朝
格納庫の前の除雪行ってたら今日みたいに尻切れトンボになっちゃうんで、今のうちに行こうかと思ってます、今雪も落ち着いてるみたいなんで、ね、ゆっくり落ち着いてできるんじゃないかなと思うんで、ちょっと暗いですけど雪明かりで周りも見えるんで落ち着いていきたいと思います。真っ白、よし、もう9時も過ぎたので帰ります。だいぶできたやろ。まあこんだけ受けとけば明日も駐車できると思います。イエーイ、とりあえず綺麗になったか。すごい、さあ帰ろう。出したらちょっと安心。いや、やっといてよかった。これ雨降ってあんな今みたいに重い雪だとものすごい時間かかっちゃうわ。今回もスーパーメカニックかなり苦戦中でございます。今頃ならもうとっくにお店の前来てるはずなんだけど、頑張れ。
い重い、ずっしりきてるよね。またこの雪がはまるのよ。押してる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 。じゃあ頑張ってね。雨がひどくなってきたね。まあ雪は溶けるかな。べちょべちょ。さあ車の来る前に道路からバックで除雪もいいけど、できれば全身で刺していきたい。しかしあそこがまたね、構造が複雑で、しかも圧雪になってしまえてね。うわ、うまく取れた。素晴らしい。空回りしとるけどね。うわー、べちょべちょ雪、ザザザザザザ。頑張ってね。やばい、しみる。やっぱりダメだ。 3M ボンドは効いてません。ああ、買ってくるか。ああ、はまってしまった。社員さんの車、ちょっと昨日大雪なんで置いてったんですけど、今度は出れなくなっちゃった。いいんじゃないか。よしよし。あ、レスキュー成功。あ、最近の車アイボルトいるし、もう車高は低いしで大変でござったね。ちょっと 雪国向きじゃないよね、こういうのは。除雪車頑張っとるのがいいんやけど。お気土産、壁作ってた。これはどりゃどりゃどりゃ。トラクターか。
い、綺麗になりました。イエーイ。さあ、在庫チェック。毎日の棚卸しね、足りますかね。白の師匠、そうねんて、あーいっぺんそれか、間違える。うん、お雑煮小枠7、8、9、10、11、コンテナ足す7コンテナテンダーかける、これは確か40足す20、740、はい、21かける70、うん、これ1470白、お雑煮白、あ、いや、お供え白、お供え白、1、2、3、4、5、6、120足す70、よっしゃ、玄米259、よし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 、さてこれであと足りないまた計算します。はい、棚卸し終了。明日の発送分、うわ、まだ序の口やね。こっからもっとすごいことになるから。はい、ここ1、2日の大雪も、大変でしたけど、峠は越したと思います。で、林さん家の、お店も通常モードからお正月モードに変身中でございます、ね、ここの30キロの玄米も、ちょっとお正月の時は邪魔なので、お客さんたくさん来るので倉庫に移動します。問題はさっきやってた棚卸しですよね。在庫チェック、ね、今まだあの注文も結構入ってきてますので、日々変動する中、一体どこまで作るか。もうそろそろクリスマス過ぎると、もう現場もギリギリ作れるものが限られてきますのでね、なるべく早く、追加の分を作っていきたいと思っています。そしてここから先は宅配と、でこっちの林さん家のスタッフが、近隣のお客様に配る、お餅をピッキングして、発送準備が始まります。もう1日ね、最大でもう200件以上の箱詰めがあるので、ここから先が非常にファイヤーな林さん家ですが、頑張っていきたいと思います。イエーイ。